日本東京都北区中里中里とは東京都北区の町名。現行行政地名は中里一1丁目から中里三3丁目。住居表示実施地域。郵便番号は114-0015。東京都北区南東部に位置し、豊島区との区境の地域である。JR 山手線駒込駅の北東に位置する地域で、地域の一部が駒込駅にかかっている。 一丁目と2.3丁目の間に山手線が通っており、三丁目に近接して京浜東北線が通る。一丁目には山手線内で唯一の踏切があり、千人島と称する踏切事故車等を供養する格闘場が立つ。都市幕との境が商店街となっているほかは、全域が住宅街となっている。また、地域の生誕日本郷通り、地域の東部に、 タバタ高台通りが通る。1.2丁目に近接して、JR 山手線駒込駅、1丁目に、滝野川警察署中里交番、東中里公園、2丁目に、西中里公園、3丁目に、生学院小学校、生学院中学校、高等学校、女子生学院中学校、高等学校、円章寺、万坂江寺がある。東はタバタ。 西、南は、豊島区駒込、西は、西木原と接する。住宅地の地下は2013年7月1日に、公表された東京都の地下調査によれば、中里2の20の五の地点で50万2千円、平方メートルとなっている。滝野川町大技中里時代に存在した小技を、列挙する。旧石器時代あるいは、縄文時代頃から人が定住したと思われ、 中里海塚が見つかっている。奈良時代には、この周辺は、武蔵国に島郡荒場加号と呼ばれていた。荒場加里は、現在の台東区、荒川区、北区南部あたりを占めるかなり広大な地域であった。この時代は、律令制による上理制の区画整理が行われ、中里の村名はこれに由来するという。この尊名から見られるように、上利制の豊島駅につながる地域として、 平安時代の末期頃から平塚里と,と呼ばれ、豊島市の支配下となり、豊島市の本城である平塚城があった。近世には中里村は豊島郡、岩渕寮に属し、1646年には赤羽村、田畑村、稲付村と共に東永山寛永寺寮となり、幕末には延焼寺寮ともなっていた。新編武蔵によると100個以上のや数を数える村と、 記されており、武蔵伝園墓によると178国余りで、天保号調によると、天保年間には235国を数えた。また、中里村の鎮守は隣接する上中里村の平塚明神社であった。延章寺の御本松は、慶長年間に徳川家康が腰掛けたと伝えられていることから、家康腰掛けの松とも言われ、これにより五国の主因を賜ったとされる。 村内は、江戸期より、石寺洋水を引いており、明治時代には、下郷洋水と呼ばれた。中里村を含む18河村で、石寺川下洋水組合を結成し、農業洋水として管理していたが、中里村を含めた下郷洋水沿いの地域の宅地化により、昭和初期に、組合が廃止され、現在は、完全に暗渠化されている。また、 釈神洋水は、音無川とも呼ばれた。明治になると、武蔵県知事の管轄となり、1868年9月3日にほど、なくして、東京府の管轄となる。1878年11月2日には、軍区町村制が施行され、同時に、豊島郡を、北豊島郡と、南豊島郡に分離されたことから、東京府北豊島郡中里村となり、 1879年3月14日に、田畑村、中里村と3家村連合を組み、1889年4月1日に、上中里村、滝野川村、田畑村、西木原村及び下十条村の一部と合併し、北豊島郡滝野川村大技中里となる。1930年には、大技中里のうち、国鉄東北本線より、 東が大和座昭和町一丁目の三丁目として分離され、2年後の1932年10月1日には東京市に編入される。旧滝野川町はそのまま滝野川区となり、大和座中里は中里町として改められた。関東大震災後には人口が急増し、近郊農村から住宅地としての性格を強く持つようになる。 1943年7月1日には、東京都政により、東京都滝野川区中里町となり、1947年3月15日には、滝野川区と大地区の合併により北区が発足し、東京都北区中里町となる。1953年、中里町の内京浜東北線伊東を、上中里二丁目に編入し、1976年5月1日に、 中里町の全域、西ヶ原町、田畑町の各一部より、北区中里1丁目の3丁目を新設、住居表示を施行し、現在に至る。中里の由来には2説あるが、どちらが正しいものであるかは、はっきりしていない。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 ありがとうございます。